よもう。チャンネル登録してね。みんなコマテレビム。サンサンとクーモリンです。今日はこれ、ポリジ飛行機。ピューと飛んでパパッと解決。早く遊びたい。レッツプレイ。今日はお友達のお誕生日会、楽しみ。この飛行機に乗って会場に向かおう。レッツラゴー。それでは離陸します。ワクワクドキドキ。うわー、飛んだ。これでお友達のところまでひとっ飛び。まもなく目的地に到着します。もう着いちゃったの？到着！うーん、着いた着いた。この飛行機見たらきっとびっくりするね。そうだね、会うのが楽しみだね。誕生日会だぞ。俺様抜きで楽しそうなことしやがって。こうなったら連れてかれちゃった。どうしよう。そうだ、この飛行機でクモリンを助けに行こう。よし、そうと決まれば。待てー、ノイズー。僕を応援してくれる子はグッドボタン。あっちもこっちも恐竜だらけ。恐竜の世界から脱出せよ。いた、あそこだ。助けてー。くさい、静かにしろ。見つからないように少し離れたところに降りよう。よし、ここなら大丈夫かな。行くぞ、変形。ミニパトカー出動。ノイズ、クモリンを返してもらうぞ。行こう。うん、サンサンありがとう。
1台、2、2台、3、3台。僕の答えは、そうだ、3なだけね。クーゴリン、今日遊んだのはポリス飛行機。かっこよく空を飛んでレスキューごっこだ。みんなも遊んでみてね。ぐるるんぐるるん、スタタンタン、ガッチャンガッシン、シュインシュイン。ブリオのおもちゃで遊んじゃおう。気持ちは俺たちのもんだ。こんなもんはぶっ壊してやる。親分やる。ちょっと待った、サンサン警察が許さない。そこの悪い子ちゃん逮捕。やめろ。おい、みんな逃げるぞ。うん、こんなにいっぱいいたの。あんなにいっぱい、どうやって捕まえよう。あら、サンサン、クモリン。あ、つくも先輩、そのでっかいパトカー超かっこいいっす。ありがとう、ビッグに変形デカパトロールカーよ。中もこんな感じでいっぱい車を入れられるのよ。すごいっす。そうだ、つくも先輩、このデカパトロールカー少し借りてもいいですか。まあ少しだけなら。ありがとうございます。それじゃあ早速お借りします。サンサン行っちゃったわね。いっぱい逮捕しなきゃいけないのに。みんな助けて、街を荒らしてる悪者がいっぱいいるんだ。みんな、このデカパトロールカーに乗って現場まで応援に来てくれる？よし、じゃあここから乗って。みんな、お待たせ。サンサン、何やってたの？さっきより悪者が増えちゃったかも。さあ、行くよ。なんだ、そんなもんか。俺なら俺一人でちょちょいのちょいだぜ。あ、ちょろいっすね。嬉しいです。まずい、このパトカーさんを修理しないと。クモリン、デカパトロールカーに戻るよ。早いさ。ここは修理もできてガソリンだって入れられちゃうんだ。早速修理するよ。僕も直す。その調子。最後にガソリンを入れたら、イエイ、じゃじゃーん、綺麗なパトカーに元通り。よし、出動。クモリン、ちょっと待って、相手はたくさんいたからこっちもいっぱい出動させないと。どうやって。いけー。な、なに、こっちからも。ボッタマギー、こんだけいっぱいあれば逮捕できる。よっしゃー、行きますぜ。ほいー。おー、また来たか。すげー、こんなにいっぱい。えっけん、逃げろー。もう逃がしませんよー。ほいー、逮捕。ほいだよ。やめろー、やめろー。画面の前のお友達もグッドボタンで応援して。みんなありがとう。仲良く逮捕っと。こうして町の平和は保たれたとさ。あー、疲れたから大量のバナナが食べたい。クモリンはバナナ食べ過ぎ罪で逮捕。そうだ、そんなバナナ。みんな困ってる。サンサンとクモリンです。今日はこれ、レゴブロックとグラレール。うひょー、たくさんあるね。
ラレールがいい。レゴがいい。プラレール。レゴ。あれ、なんかこれレゴの街みたい。レゴプラレールできるんじゃないかな。よし、巨大なレゴプラレールを作っちゃおう。レゴとプラレールが好きな子はグッドボタン。ほいほいほい、ほほいほい、線路引きます。シュポンシュポンシュポン、ポンポンポン、街を作ります。これも作っちゃおう。クロスステーション。クロスステーション接続完了しました。おお、クモリまだまだ行きます。接続クロスステーション、開通。かっこいい。そしたら僕はシーソー、ハンバーガー屋さんにトンネル、ドーンドーン、ドドドーン。橋っぽくなってきた。ドクターイエロー発進。かっといい。トンネルもスイスイっと。テクテクテク。すいません、乗りたいんですけども。え、これに。バナナに乗るのが夢なんです。バナナじゃなくてドクターイエロー。お願いお願いお願い。しょうがないな、どうぞ。どうすればいいんだろう。中の席に座れたらな。中には入れない。そうか、上に作ろうじゃないか。てってれー。これに乗せればいっけー。よっしゃー。いやー、いてて。もっと落ちにくくするには横にブロックをつけてみる。あれ、一列広げてみよう。走れるかな。発進。いいぞいいぞ。カーブも越えた。ゴール。やった。ねえねえ、あたしも乗せてよ。わしも乗せておくれ。あれも乗せてくれよな。なんかいっぱい来た。どうぞどうぞ。出発進行。すごいすごい。我が輩も乗せていただけるかな。あたいも乗せてちょうだい。俺っちも乗せろっての。僕ちゃんも乗せてね。もっと来た。どうぞ。出発進行。せーのは続く。持ちこたえた。
んでしょ。よし出発進行。いいぞいいぞ。これを作って遊びながらお風呂に入りましょう。え、何それ。水の上を走れるペットボトル新幹線よ。かっこいい。これを作ってお風呂でレース対決しましょう。レースに勝ったら牛乳じゃなくてフルーツ牛乳をゲットできるわよ。やったー。それじゃあ早速作っていきましょう。作ってみたい子はグッドボタン。用意するものはこれよ。まずはキャップと底に磁石を貼るわ。次に2つのペットボトルを切って下の部分を組み合わせてね。ハサミを使うときは大人の人と一緒にね。そしたら上と底の部分に磁石を貼るわ。くっついたり離れたりする。ほんとだ。次はビニールテープを貼っていくわよ。上の部分は赤色にして周りは白でしょ。窓を作って…あ、ビンゴかな。違うよ、クモリン。赤い新幹線といえば…コマチだ。正解。かっちょいい。僕も作る作る。僕も。まずは、磁石をキャップと底に貼って…ペットボトルを切るんだね。切れたら、2つをぴったんこ。クモリン、逆向きよ。磁石を貼ってビニールテープで新幹線にしていこう。まずは緑のテープを貼って、ここは白かな。僕も緑色。クモリンもハヤブサを作るの。ううん、ドクターイエローだよ。じゃあ緑じゃなくて黄色じゃない。ビニールテープだから間違えても簡単に直せるわよ。よかった。黄色のテープを貼っていきます。窓をテープで作るの難しいな。ペンで書いてもいいのよ。おー、これなら簡単だね。僕もペンで書きました。いい感じね。ペットボトルはやぶさの完成。僕もできた。上手にできたわね。それじゃあ早速お風呂に浮かべてみましょう。はやぶさお風呂に着水。ドクターイエローお風呂に着水。小町も着水よ。あー、ひっくり返った。僕のはやぶさもなかなか安定しないわね。よし、それじゃあペットボトル新幹線レーススタート。クモリン、ちょっと待って。ひっくり返ってうまく進まないわ。にゃ、全然ダメだ。ゲ
つ？やめてよ。俺様のビッグな新幹線はひっくり返らないんだぜ。確かにノイズの新幹線は安定しているけど、邪魔をするのは間違ってるわ。これじゃレースができないよ。うるせー。悔しかったら俺様よりすごい新幹線を作ってみろ。できるまで俺様はここで待ってるぜ。ああ、独り占めしないでよ。クモリン、お部屋に戻って新幹線を作り直そう。あんなにお風呂が嫌だったのに驚きだわ。よーし、どんな新幹線を作ろう。大きいペットボトルを10個つなげるのはどう？それじゃあお風呂に入らないよ。大きいのと小さいのを組み合わせるのはどうかしら。それいいね。じゃあじゃあ大きいのは輝きにしようよ。望みがいいよ。あ、やっぱりバナナ新幹線がいいな。何それ。それじゃあ全部作りましょう。全部作れるの？まずは輝きから。青のビニールテープをペットボトルの上の部分に貼っていくわ。金のラインはどうするの？油性ペンで描いていきましょう。あー、かっこよくなってきた。じゃん、輝きの完成。すっごい、めちゃめちゃかっこいい。じゃあ次はのぞみを作ろう。のぞみは白い車体に青いラインだね。なんだか早く走れそう。いい感じね。バナナ新幹線はどうするの？車体は黄色のビニールテープを貼って、キャップの部分を黄緑にしましょう。窓をつけて、できた。わー、バナナだ。でもこれでどうするの？ここに磁石をつけて合体。おお、その上にバナナ新幹線を乗せるんだね。その通り。あとはさっき作ったハヤブサとドクターイエローにも磁石をつけて、こことここにくっつける。連結合体だ。これならノイズに勝てるかも。よし、ノイズに見せに行こう。あいつら惜しいな。ノイズ、これで勝負だ。なんだ、俺様と同じ大きさの新幹線じゃねえか。これなら俺様が勝つに決まってるぜ。それじゃあスタート位置についてレーススタート。スイ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 っと。待て待て待て、俺様先頭、このまま勝つ。そうはさせるか。バナナ新幹線なに？待てー！キャッキャッキャ！そんなもんか！余裕余裕！なかなか抜けない！よし！最終合体だ！ラジャー！ハヤブサ！ドクターイエロー！連結合体！なんだと？ゴールへ一直線だ！飲まないの？そんなの後で後で。のぼせても知らないわよ。の、のぼせました。今日のお絵かき。
借りてくれてありがとう。